メイラ対佐藤、この試合の模様をお送りいたします。メイラの先発は右の丸山、佐藤の先発は左の我妻、この両投手の先発が発表されています。さあ間もなくプレイボールです。右の丸山マウンドに上がりました。今日は配球にも注目したいと思います。まずは1回の表、先頭バッターは福本。第1球投げました。初球は変化球に空振り。1球目空振りから投げました。打った、引っ張った、レフトの左、ヒットになります。福本ナイスバッティングです。さあノーアウトで先制のランナーが出ました。ボール。第2球投げた、2球目空振り。第3球を投げた、チェンジアップはボール、外角低め。第4球を投げた、これは引っ掛けた、フラフラっと上がった、掴みました。これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。投げた、ボール。第2球投げた、カーブはボール。第3球を投げました、変化球はボール。第4球を投げました、4球目ストライク、ここは1球見送ります。さあ投球は5球目、決まってストライク。さあ6球目投げました、結局フォアボール、際どいところでしたがフォアボールです。左バッターボックスは4番朝比奈、投げました、初球はストライク、まずは決めてきました。第2球ボール。第3球を投げました、打ちました、いい当たり、三遊間の当たり、破ってった、レフトバックホーム、朝比奈いいバッティングを見せました。メイラなおもピンチが続きます。投げた、初球引っ張った、サードライナータッチセーフ、ダブルプレーはなりません。第1球投げた、初球はチェンジアップ空振り、チェンジアップに全くタイミングが合いません。第2球カーブ見送ってストライク、これで追い込みました。投球は3球目投げた、カーブはボール、インコース低め。第4球を投げた、打ちました、三遊間のゴロ、一塁送球アウト、スリーアウトチェンジ。リプレイをご覧ください。丸山ワンアウト満塁のピンチでしたが後続をピシャッと抑えました。メイラまずは無得点に抑えました。左の我妻マウンドに上がります。どういった立ち上がりを見せるか。1回の裏、メイラ攻撃に入ります。トップバッターは本間、内角低め見送ってストライク。第2球投げた、ストレートはストライク、バッター追い込まれました。追い込んで投げました、危ない球。次は4球目投げました、打った、ボテボテの当たりはセカンドゴロ、一塁へ送る、アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番辻。第1球投げました、1球目ストレート空振り。第2球投げました、打ったいい当たりだ、打球はセンターへ、取りました、これでツーアウト、ランナーありません。バッターは3番中井。第1球投げました、初球空振り。第2球投げた、高め、ストレートは外れてボール。第3球を投げた、内角高め見送ってストライク。第4球を投げた、三振、ボール球に手が出てしまいました。我妻上々の立ち上がりを見せています。
2回の表佐藤攻撃に入ります。先頭バッターは川北、投げた、初球決まってストライク。まずは入れてきました。第2球引っ張った、左へ打っていったがこれは切れてファール。投げた外、変化球は外れてボール。第4球は打った、痛烈な当たり、ピッチャー返し、川北ナイスバッティングです。さあノーアウトで先制のランナーが出ました。まずは一塁牽制、タッチはセーフ、投げました、初球見送ってストライク。まずは決めてきました。第2球投げました、流し打ち、ファールボール。投球はこれから3球目、打った、流し打ち、掴みました。これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。投げました、初球送りバント、ピッチャーの左へ転がした、アウト、ランナー二塁に進みました。メイラ先制のピンチを迎えます。第2球投げました、変化球はボール、外角高め。第3球を投げました、ストライク、少し迷ったか、二塁へ牽制を送ります。二塁タッチセーフ、投げた、打った、取って、これで3アウトチェンジ。先ほどのプレーです。丸山2アウト2塁のピンチでしたが、ここは落ち着いてしのぎました。2回の表が終わって0対0です。2回の裏、メイラ攻撃に入ります。この回のトップバッターは橘、はい、初球はストライク。第2球せや、ボール。第3球を投げた、アウトロー、際どい球、ボール。第4球を投げた、打ちました、ライトへ行った、ヒット、橘いいバッティングを見せました。さあノーアウトで先制のランナーが出ました。投球これから2球目、これも空振り、インコースのボール球に手が出ました。第3球を投げた、1球外した、ボール。次が4球目、立花走った、三振、キャッチャー、これは楽々セーフ、盗塁成功です。第1球投げた、高速スライダー見送ってストライク。1球目ストライクから、第2球チェンジアップ空振り。第3球を投げました、インコース高め、外れてボール。次は4球目、投げました、外角低め1回、見逃し三振、ギリギリのところに決まった、ボール。佐藤ここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。投球これから2球目、ストライク、タイミング合いません、投げました、空振り、バッター追い込まれました。次は4球目、投げました、打ちました、これはサード真正面、一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。さあリプレイです。メイラ2塁までランナーを進めましたが、先制点を挙げられませんでした。2回が終了しまして0対0です。さあこの回は2番からの好打順、トップバッターは草刈、第1打席はピッチャーフライに倒れています。第2球低め際どい、ボール。第3球を投げました、打ちました、これはいい当たり、入れば先制だ、伸びた、伸びていった、レフトを見上げた、ホームラン、先制ホームラン、佐藤先制、1対0、素晴らしい一発をベンチも祝福。今の先制の場面リプレイでご覧ください。バッターは3番有原、最初のバッターボックスはフォアボール、初球外れてボール。投げた、危ない球、投球は3球目、投げた、ストライク、タイミング合いません、
投球これから4球目。4球目空振り。さあ投球は5球目。投げた、打った、左中間のフライ、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは4番朝比奈、これが2度目のバッターボックス。投げた、インコース低め、ストライク。まずは入れてきました。初球ストライクから。投げた、見送ってストライク。第3球は打ちました、いい当たり、ボールはライナーで右中間へ。朝比奈ナイスバッティングです。バッターは5番篠之目、最初のバッターボックスはサードライナーに倒れています。1球目ストライクから低め、ボール。第3球を投げました、ボール低め。一塁へ一つ牽制球を送りました。第4球を投げました、打ちました、ライトへの打球掴みました。ボールは中継、ランナー一塁に戻ります。これでツーアウト、ランナーは一塁変わりません。ボール。第2球投げました、ストライク。第3球を投げました、打ったいい当たりだ、レフト前クリーンヒット。ひなき、いいバッティングを見せました。ピンチを広げてしまいました。第2球投げました、見送ってボール。投球は3球目、投げた、直球決まってストライク、追い込んでいます。投球これから4球目、ボール。第5球投げた、ボール。さあ6球目、ランナー自動的にスタートします。打った、痛烈な当たり、これはヒットになります。二塁ランナー三塁回ってホームに突っ込む、川北タイムリーヒット。メイラなおもピンチが続きます。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。バッターは8番千葉、第1打席はファーストフライに倒れています。タッチセーフ、もう1回一塁へ牽制球。第1球インハイ際どい球、ボール。第2球ランナー走った、ストライクになった、ボールを2塁セーフ。ランナーを2塁に進められてしまいました。投げた、決まった、ストライク。第5球投げた、アウトロー、外れてボール。第6球を投げた、打ちました、ファール。第7球を投げました、低めボール球打った、これはサード真正面、アウト。スリーアウトチェンジ。3回の表が終わって2対0、メイラ先制点を奪われています。3回の裏2点を追いかけます。メイラ攻撃に入ります。先頭バッターは神崎、投げました、インコース低め、外れてボール。第2球投げました、ストライク。第3球を投げました、見送ってストライク。バッター追い込まれました。追い込んでから第4球を投げました、外れた、ボール。次は5球目、投げた、打ちました、いい当たり、セカンドの頭上、センター前ヒット、クリーンヒットです。神崎ナイスバッティングです。バッターは代打村瀬。第9球せや、初球空振り。第2球投げた、流し打ち、どうだ、ファーストアウト、ダブルプレイ、ツーアウトランナーなくなりました。チェンジアップはボール。第2球そや、打った、ファール。第3球を投げた、ストレートはボール、アウトコース高め。さあ4球目、はい、空振り。
追い込んで第5球流し打ち篠之目バックしていったファールボール第6球を投げた打ったに当たりだセンターへ持っていった取りましたこれで3アウト序盤終了しまして2対0佐藤2点リードは変わりません丸山降板マウンド上は水谷今日2番手としてマウンドに上がります今日はどんな投球を見せてくれるのかゲームは中盤戦に入ります先頭バッターはピッチャー吾妻初球空振り投球これから2球目よ打ったライトへ飛んだライト前ヒット吾妻いいバッティングを見せましたバッターはトップに帰って福も投げました押っつけた中井交代頭上を越えてったボールは中継福もナイスバッティングですピンチを広げてしまいました危ない球第2球投げました見送ってストライク第3球を投げましたボール低め投げました打ちました神崎下がっていった取りましたこれでワンアウトランナーは一塁二塁変わりません投げました顔の前通過振り返って二塁牽制球もう一回セカンドへ牽制球第2球投げたいいハイ空振り第3球を投げた打ちましたレフト前に出るヒットレフトバックホーム有原いいバッティングを見せましたメイラなおもピンチが続きます第2球投げたボール第3球を投げたインローを見送ってストライクワンボールツーストライク追い込んでいます追い込んでから第4球を三振高めの変化球でスイングアウトを取りました第9投げたスライダー決まってストライク第2球危ない球第3球を投げました打ちました神崎ボールを取る一塁へ送るアウトスリーアウトチェンジ三者残塁4回の表が終わって2対0ですメイラこの回は上位打線から始まりますトップバッターは辻投げました見送ってボールさあ次の投球投げましたストライク第3球を投げましたストライクアウトコース厳しい球でした第4球を投げました打ちましたセンターへの打球ヒット辻ナイスバッティングです左バッターボックスは3番中井第1打席はスイングアウトの三振に倒れています第2球投げた高速スライダーボール第3球を投げた決まってストライク次は4球目投げた打ったこれはいい当たりだ入れば同点ださらに伸びていくライトを見上げたホームラン同点ツーランホームランストレートを完璧に捉えましたさあチームメイトからも祝福を受けますリプレイで同点の場面をご覧いただいていますバッターは4番立花今日2度目のバッターボックス第9はいチェンジアップ見送ってストライク第2球投げたアウトコース低めストレートは外れてボール第3球よっしゃ打った打ち返した打球はセンターへのフライ掴みましたこれでワンアウトランナーはありませんバッターは5番大和田これが2度目のバッターボックス第9投げたボール
第2球、はい、投げました、ストライク、第3球、せや、ボール、アウトローへ。さあ4球目、はい、決まった、ストライク、タイミング合いません。第5球、投げました、打った、痛烈な当たり、センター前ヒット、クリーンヒットです。大場だ、いいバッティングを見せました。これで2打数の1安打。あがつま降板、マウンド上ピッチャーは野崎、今日2人目のピッチャーとして登板です。まずは立ち上がりに注目しましょう。第1球、それ、スプリットはボール。第2球、はあ、ストライク。第3球を投げました。3球目、ストライク。第4球を投げました、打ちました、レフト前のヒットになります。小玉、ナイスバッティングです。これで2打数の1安打。バッターは7番植木、メイラ、一打勝ち越しの場面を迎えています。初球空振りから、それ打った、三遊間の当たり、有原掴んだ、一塁送球、アウト、メイラ、なおもチャンスが続きます。先ほどヒットを放っている神崎、メイラ、一打勝ち越しのチャンス。第2球、投げました、アウトローを見送ってストライク。第3球を投げた、インロー際どい球、ボール。第4球を投げた、打った、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。リプレイをご覧ください。4回の裏が終わりまして、2対2、メイラ、この回2点返して同点としています。5回の表、佐藤、攻撃に入ります。この回の先頭バッターは開き、投げた、スライダーはストライク。第2球、投げた、打ちました、いい当たり、ボールはライナーで右中間へ、ヒットになります。ボールが転がる、ボールはセカンドへ、開き、ツーベースヒットを放ちました。メイラ、ピンチを迎えます。先ほどのプレーです。今日2本のヒットを放っている川北、メイラ、一打負け越しのピンチを迎えています。第2球、スライダーボール。第3球を投げた、空振り。二塁牽制、タッチはセーフ、二塁はセーフ、打ったい当たりだ、センターへ飛んだ、ヒット、センターバックホーム、川北、いいバッティングを見せました。メイラ、なおもピンチが続きます。ノーアウトランナー一塁三塁となりまして、千葉、今日はファーストフライとサードゴロ、一塁牽制球を送ります。一塁タッチセーフ、投げました、打ちました、セカンド左抜けるか、二塁フォースアウト、メイラ、勝ち越しを許します。3対2。第1球、投げました、初球を打った、ピッチャー正面、アウト、スリーアウトチェンジ。5回の表が終わって3対2、メイラ1点をリードされています。メイラ、この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターはピッチャー水谷、内角低め、ボール。第2球、投げました、空振り。第3球を投げました、打ちました、引っ掛けた、篠之目、バックしていった、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。打順は1番に帰って本間、今日はセカンドゴロとセンターフライ、投げました、外を際どい、ボール。第2球、投げた、危ない球、投げた、見送ってストライク。
次は4球目。投げた、打った、流し打ち、ファール。次は5球目。投げた、打ちました、ライト前のヒットになります。本間、ナイスバッティングです。今日初めてのヒットになりました。バッターは2番辻、今日3打席目。流し打ち、どうだ、二塁送る、セカンドフォースアウト、アウト、ダブルプレイ、スリーアウトチェンジ。さあリプレイです。前半が終わりまして3対2、佐藤1点リードは変わりません。ゲームは後半に入ります。右バッターボックスはトップバッターの福も、投げた、アウトコースいっぱい、ストライク。まずは決めてきました。第2球、2球目、ストライク。第3球を投げました、ボール、アウトコース低め。第4球は見逃し三振。バッターは2番草刈、これが4度目のバッターボックス。流し打ち、立花交代、ヒット、レフト前ヒットになった。草刈、いいバッティングを見せました。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。バッターは3番有原。第1球、変化球、ストライク、低め。まずは入れてきました。第2球、投げました、打ちました、ショートバウンド、二塁送球、二塁フォースアウト、アウト、ゲッツー、スリーアウトチェンジ。リプレイをご覧ください。今日2回目の併殺でこの回を終えました。6回の表が終わって3対2です。メイラ、この回はクリーンナップからの攻撃になります。先頭バッターは中井、投げました、初球から打ってった、ファールボール。第2球、投げました、見送ってストライク。投球は3球目、投げました、1球外してボール。さあ4球目、ボール。次は5球目、ボール。次が6球目、投げた、変化球、外れた、フォアボール。先頭バッターフォアボールで出塁します。第1球、内角高め、ボール。第2球、投げた、ボール。第3球を投げた、3球目、ストライク。第4球を投げた、打った、レフトへ行った、これはヒットになります。ボールは中継、立花、ナイスバッティングです。メイラ、同点のチャンスを迎えます。右のバッターボックスは5番大和田。メイラ、1打同点のチャンス、打ちました、初球打ち、ピッチャー返し、セカンドフォースアウト、アウト、ダブルプレイ。メイラ、なおもチャンスが続いています。決まってストライク。まずは見送りました。第2球、投げた、ツーシームはボール。投球はこれから3球目、打ちました、これはファースト真正面。朝比奈、一塁キャンバス踏んでアウト、スリーアウトチェンジ。先ほどのプレーです。メイラ、三塁までランナーを進めましたが同点には至りませんでした。6回の裏が終わりまして3対2です。水谷、降板。マウンドに上がったのは小森、今日3人目のピッチャーとして登板です。自分のペースで投げることができるかが鍵となりそうです。投げました、打った、投球これから2球目、ストレート見送ってストライク。もう追い込んでいます。第3球を投げました、ボール、低め。投げました、打った、痛烈な当たり、二遊間、ライナー破っていった、
朝比奈、いいバッティングを見せました。さあリプレイです。バッターは5番篠之目、今日4度目のバッターボックス。投げました、初球空振り。第2球投げました、これもしかし空振り、これで追い込みました。第3球を投げた、外れた、ボール。投げた、直球空振り三振。バッターは6番キラキ、第1球初球決まってストライク、まずは決めてきました。初球ストライクから第2球打ちました、いい当たり、あっと抜けた、センターからサードへ、キラキナイスバッティングです。ピンチを広げてしまいました。今日3打数3安打の川北、小森、ピンチの場面でどういう投球をしてくるか。二塁タッチはセーフ。もう一回ここで二塁へ牽制球を送ります。決まった、ストライク、まずは入れてきました。一球目ストライクからボール。第3球を投げた、見送ってストライク、追い込んでいます。さあ4球目ボール、投げた、空振り三振。バッターは8番千葉、これが4度目のバッターボックス。内角高めいっぱいストライク。第2球投げた、打ちました、セカンド左横のフライになりました。セカンドを落下点、掴んでこれで3アウトになります。メイラ、この回ワンアウト1塁2塁のピンチでしたが、なんとか踏ん張りました。7回の表が終わって3対2です。7回の裏、メイララッキーセブンの攻撃に入ります。この回のトップバッターは植木、初球を打ちました、セカンドゴロ正面、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスは神崎、第9球投げました、ボール。第2球投げました、打ちました、切れていきます、ファール。投げました、アウトコース高め、外れてボール。投げました、ストライク、追い込んで第5球投げました、アウトコース低めいっぱい、見逃し三振。外角低めいっぱいに決まった、縦のカーブ見送ってストライク。第2球投げた、ストライク。第3球を投げた、危ない球。第4球を投げた、外角見逃し三振。野崎、下位打線を三者凡退、0点に抑えています。7回の裏が終わりまして3対2です。ピンチヒッターは高梨、第9球初球を打った、ボールはライナーでセンター掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。打順のトップに帰って福も、第9球投げた、見送ってボール。第2球投げた、決まってストライク。第3球は打った、流し打ち、一二塁間のゴロ、小森取ってアウト。これでツーアウト、ランナーありません。投げました、初球から打ってった、左中間へのフライですが取って、これでスリーアウトチェンジ。小森三者凡退、無得点に抑えています。8回の表が終わって3対2です。野崎降板、右の倉敷マウンドに上がりました。さあこれで全ての投手を使い切りました。今日は頼もしいピッチングを見せてくれるのか。投げました、ボール。第2球見送ってストライク。投げました、打ちました、ファール。第4球を投げました、ボール。
次は5球目と打ちました。川北ボールを掴んだ。一塁送球、あっと送球それた、記録はセカンドのエラー、セカンドのエラーです。第1球一塁ランナー出た、キャッチャー二塁へ送球、これは悠々セーフ、盗塁成功です。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。佐藤外野は浅めの守備を取ります。投球はこれから3球目、一つ外したボール。第4球を投げました、ストレートはボール。第5球投げた、打った、レフト方向へ持っていきました、取りました、ランナー二塁に戻ります。これでワンアウト、ランナーは二塁変わりません。まずは二塁牽制、二塁タッチセーフ、投げた、ボール。さあ次の投球、二球目ストライク。投球はこれから三球目、ボール。第4球を投げた、打った、しののめ取った、アウト、これでツーアウト、ランナーは二塁変わりません。第1球投げた、これはいい当たりだ、入れば逆転だ、いった入った、入った、ホームラン、逆転ツーランホームラン、初球をうまく捉えました、主砲の一振りで逆転。素晴らしい一発にチームメイトも祝福。今の逆転のシーンリプレイでご覧ください。右バッターボックスには大和田、今日はここまで3打数1安打1三振、外角高め見送ってストライク、重そうなストレート、初球ストライクから投げた、見送ってストライク、早くも追い込まれています。投球は3球目、投げました、スライダー、見逃し三振、ここは3球で仕留められました。8回までが終了しまして4対3、メイラ1点リードに変わっています。小森降板、左の谷村、最終回1点差でマウンドに上がります。期待しましょう、注目の投球です。第1球投げました、スクリューはストライク。第2球投げました、見送ってボール。第3球を投げました、打ちました、これは内野ゴロ、ピッチャーから一塁送球、アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスは4番朝比奈、ここまで3安打、打ちました、1球目ファウルから投げました、見送ってストライク、これで追い込みました。第3球外れた、ボール。第4球を投げた、打ちました、当たり損ない、立花ボールを取る、一塁送球、アウト、メイラ勝利目前。バッターは5番篠之目、メイラ、ここは何としても抑えたい場面。初球空振り、少し迷ったか。第2球投げた、スクリーンに送ってストライク、さあ次の1球が最後となるか。投球は3球目、投げた、一つ外してボール。第4球を投げた、見逃し三振、ギリギリのところに決まった、メイラ1点差で逃げ切りました。さて本日のヒーローたちのインタビューが間もなく行われます。本当に今日は2人とも大活躍でした。ご覧いただきました一戦は4対3、メイラ僅差で勝利しています。勝利投手は小森、敗戦投手は倉敷、そして西武は谷村、メイラ今日は手に汗握るゲームを見せてくれました。次のゲームも期待しましょう。実況は私堂前秀夫でお伝えいたしました。